こんにちは。静岡豊田校へお越しくださりありがとうございます。これから教室のご案内をいたします。こちらでは自習や授業後の演習を行うスペースとなっています。次に完全マンツーマンで授業を行うスペースを紹介します。最後に授業後の振り返りを行うミドルフォローのスペースを紹介します。ぜひ静岡豊田校へお越しください。私が指導中に意識していることは、生徒さんのつまずきを早く見つけることです。自分が教えている最中に生徒さんがどの段階で疑問を持っているのかを表情をよく見て捉えるようにしています。生徒さんがわからないまま先に進んで質問しづらい雰囲気にならないように、常に表情を見て理解しているかどうか確認しながら進めています。やりがいを感じる瞬間は、生徒さんの顔が明るくなるのがわかるときです。人に教えることが昔から好きで、どのように説明したら分かってもらえるのか、分かりやすいのかを考えることがとても楽しく感じます。自分が好きな教えるという行為が伝わるとき、頑張って取り組んでよかったなと思います。不安そうな表情だった生徒さんが明るくなったりすると、しっかり伝わったんだと嬉しく感じます。